スライドの解説をしていきたいと思います。はじめに、ゆっくりとカウントでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8のこれの繰り返しです。で、細かいところを言っていくと、はじめの最初の一歩の右足をしっかりと前に出してください。で、しっかりと出して前に出したらそれを引いて、で、右をしっかり自分の右足のかかとをしっかり見て右足を上げてください。で、戻して同じく左足もしっかりと伸ばしてください。伸ばして戻してスライドもしっかりと遠くに両手を上げてスライドしてください。はい、右、スライドのこの繰り返しです。で、しっかりと自分の足が上がっているか、右足のこのかかとをしっかり見れているか、ももが上がっているか、内股なのかをしっかり気をつけながら踊ってみてください。ローリーの解説をしていきたいと思います。もともとは A1 モテオのロレックスという曲の本人たちが振り付けたものがフィーチャーされた振り付けです。ゆっくりカウントでいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。最初のローリーの時の回して下じゃなくてしっかり高く上で回してください。で、自分のダブをしっかり遠くから胸に、で、これは下から来たらヒットデムフォーク、しっかり上から出して、この時に足外股で出してください。出したらそのまま左右で下ろして、しっかり自分のベルトを掴んでからつま先で右左で、左足踏んで左手前で、右手が前で、左手行くかなと思ったらそれをスルーして左右左右で、しっかり右上遠く見てあげてから、お化けお化けお化け。これから、スミーズの解説をしていきたいと思います。最初にゆっくりカウントでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、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 
して、この出した右足を一個遠くに踏んで、踏んで、で、この踏んだ2回の後に、踏んだ、踏んだ、で、左足に切り替えてあげて、右足と同じように左足を遠くに出して、出して、で、2回目、下ろした時に、右足上げて、踏んだ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 。というふうに、この足の連動と、手の振り付けが組み合わさってスムーズになります。これを気をつけながら、もし踊ってみてください。これから、まばゆい光を解説します。5、6、7、8。1、2、3、4、5、5、6、7、8。これの繰り返しになります。で、気をつけてほしい点としては、楽曲が速いので、しっかり音を聞いて、リズムを取ってください。両手を振るときにしっかりと大きい手、上から横を通って下、
で、前で突くときはしっかり手を前から横に、で、この時にしっかり下がって、次のジャンプでしっかりとジャンプをしてください。を、リズムを聞きながら伸ばすところをしっかり伸ばしながら踊ってみてください。これからクロスの、解説をしていきたいと思います。はじめにゆっくりとカウントで踊っていきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。これがゆっくりとしたカウントのクロスです。最初の出した動き、しっかりとお尻を引いてください。で、お尻と腰をしっかりと引いた状態で手を前に伸ばして、で、ここからしっかりと前に出して、腰をしっかり前に出して戻して、右、しっかり気をつけながら、これを、体の軸をぶらさずに、しっかりとこの軸を作った状態で、で、できるだけやっているときに手を遠くに気をつけながら踊ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。みんなも一緒にダンスをチャレンジしてみましょう。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録、高評価の方もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。